卵屋マルシェってやってるんですね。それ知らなかったです。なるほど、来年来ようか。卵屋マルシェだって。ご視聴ありがとうございます。浜名湖小原の小原です。弁天島海浜公園です。今日ですね、クリスマスなんですよ。クリスマス日曜日ですね。ちょっと早いんですけれども、今年1年ありがとうございましたっていう、その報告というか、感謝の、感謝を伝える動画を撮ろうと思います。昨年の暮れですね、2021年の、大晦日にですね、チャンネル登録者数が1000人、そしてその去年の1年間の昨年1年間の、視聴時間が4000時間ということで、収益化することができたんですけれども、それからですね、チャンネルをどうしようかというのを考えすぎちゃってということと、あと後半になってくるとですね、今年の後半になってくると、Amazon バインっていうのを始めたってことと、あとですね、今ですね、母親が入院してるんですよ。でそんなこともあってですね、なかなか思うようにこうポン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 出していけないっていうのがあるんですけど、動画を、まあ、そういうのもそういう風だっていうのを受け入れてですね、慣れとしてその中でこなしていければもうちょっと動画も出せるんじゃないかなと思ってるん で来年頑張りたいなと思います。今年ですねそんなに動画出せなくてもチャンネル登録者数って結構伸びてて、すごいの、ぐーんって伸びたってことないんですけど、伸びててですね、本当おかげさまでありがたいなって思ってるんで、そういう人たちのためにもですね、来年はですね、まあ、もっと動画出していこうのかなって、出していきたいなって思ってます。まあ、浜名湖の、まあ、釣りだけじゃなしにですね、もうちょっと多角的にいろんな方面から見て、浜名湖を、まあ、自分なりの見方、自分が引っかかったものを拾って、浜名湖を伝えていけたらなと思ってます。そんなにこのすごい見てもらえるっていうチャンネルじゃないと思うんですけど、まあ、それなりにコツ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 やっていこうかなと思ってます。今年1年皆さんありがとうございました。まあ、他のチャンネルも登録していただいたり見ていただいたりしてくれてる方がいるので、その方に対する感謝のところでまとめてというか、伝えさせてください。来年は、もうちょっと頑張るということで、今年1年締めの動画ということで、これで締めさせてください。浜名湖小原ではのチャンネルでした。この動画ちょっとでもいいなって思っていただけた方は高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあですね、またってことと、来年もよろしくお願いいたします。じゃあこの浜名湖ワイサカ弁天島海浜公園からお話しします。写真撮ってるな。ということでバイバイ。今日、まあ、釣りやってる人もいますけれども、なんかやっぱ観光で来てる人多いですね。もう年末の休みに入ってる人たちもいるのかな、わかんないですけど、今日から休みみたいな人いるのかな。まあ、学生さんなんかは休みでしょうね。来年やりますよ、頑張るぜ。